はい、どうも、バルコンです。今回は最終巻となったモンスターモンスター第3巻のレビューをしていきたいと思います。で、この第3巻が最終巻なんですけど、その作者のコメントを見た限り、多分残念ながら打ち切りになってしまったみたいです。ただ、終わり方は、こう、いかにも打ち切りっていう感じの終わり方じゃなくて、まあ、普通に最終巻っていう感じのいい終わり方でした。なんで、今回も2巻同様すごい面白かったです。まさかこんなオチになるとは、2巻までの時は全然想像してなかったですね。この最終巻は、この主人公が試験を受ける話だったんですけど、戦闘シーンとか主人公すごいかっこよくって、まあ、最後は主人公の見せ場が多い最終巻でした。あと作者の後書きが書いてあったんですけど、なんかすごい悲しいことが書いてあって、そこも面白かったです。ただ2巻が終わってまさにこれからっていうところだったんで、この主人公が成長していくところとか、モンスターと戦ったり冒険したりするところをもっと見たかったんで、そこがほんとすごい残念です。次の作品ももうなんか考え中みたいなんで、次回作もまたちょっと楽しみにしておこうかなと思います。はい、ということで3巻っていう、まあ短い話だったんですけど、まあ、3巻にしては結構内容も濃くて、で画力もすごくてすごい面白かったんで、皆さんぜひ読んでみてください。あとこれは完全に個人的な話なんですけど、この作者の方の名前が僕ずっと日谷喜一さんと思ってたんですけど、その最後のページ見てみたら、その飛田にきいちさんだったみたいで、もしかしたらその1巻の紹介動画の時か2巻のレビュー動画の時に、僕飛田にきいちさんってもしかしたら言ったかもしれないですけど、正しくは飛田にきいちさんでした。ということで以上、今回はモンスターモンスター第3巻最終巻のレビューでした。